砂ボーイ。皆さんどうもこんばんみ、砂ボーイです。今回は私のこれでも買ってぐらいリピートしてるボーリングセットをね、ご紹介しようかななんて思う次第なんですけれども、どれも少しのテクニックで素晴らしい味になるので皆さんにもぜひ試してほしいなーなんて思っちゃいますね。はい、それでは張り切ってどうぞ。今回使う食材はアコイト、卵とほうれん草とウインナー砂糖パンバターですね。伸びしろですね。まず4枚切りの厚切り食パンを用意します。十字に切り込みを入れて異様な高さから砂糖、それから薄切りにしたバター、あとはガスコンロのグリルで焼くだけ。まあなかったらオーブントースターとかそういうのでも何でも大丈夫ですね。はい、まあだいたい3分くらいで焼けばった。いいねいいね。おとぎり卵とウインナーを焼くよ。まずウインナーを茹でて中の脂肪を膨張させばった。そうすることでね、食べた時にパリッとした食感が得られますよ。その間に卵を頭で割りばった。中火で熱したフライパンに卵を割り入れて、焼いてる間は弱火に切り替えて油がふつふつする火加減で火入れしばつ。そうすることでめっちゃ綺麗な目玉焼きになります。ウィンナーは 2,3 分茹でてパンパンになったらお湯を捨てます。あとは少量のオイルを垂らして皮が破けないように注意しながら表面を焼きます。この工程を踏んだら自宅でもホテルのようなウィンナーを食べればというよ。目玉焼きも裏面はしっかり火が入った状態で。最後にほうれん草ソテーを紹介するを。まず茎から葉を取りばって、まあ茎は茹でておひたしなんかにしてくだとは、まあ、炒めたらちょっとえぐい感じがします。はい、あとは水で洗いましてブンブンしまって、はい、そしたら強火にしてオイル、ニンニク潰したやつ、あとふつふつしたらエチロシアスプラチスタシャスプラチスタシャスプラチ、もうすぐ火が入るのでさっとさっとでいいです。仕上げにバターも加えて異様な高さから塩、あとはちょっと絡めたらたったこれだけで完成だ。安定のうまさ。煩わしいこれ。ジューシーでしかないみんな。もう夕方なんですけど、いつの間にか
なボーイ、今日の晩ご飯は何かな。ツナボーイ、料理のポイントを教えて。ツナボーイ、初めてカレーを作ろう。ツナボーイ。